俺の場合パンツになんないでそのまんま入水。あ、ひっくり返った。ボート。ああ。ボートひっくり返った。やばい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 。あれも引っ張ってっちゃうんだ。すごい。されていくんだけどビオトープ。あそこのバサーたちは一体何が起こってるんだろう。俺のポイントが運ばれて島引きが出てくるよ。妖怪島引きだよ。行くぞ。俺の場合パンツになんないでそのまんま入水。ひっくり返った。ボート。あボートひっくり返った。やばい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 。やばいやばい。ボートひっくり返った。連絡した方がいい。117でいいから。110。117。117って。電話したよ。うん。した方がいい。117って何でしたっけ？海宝。海か。あいや地方だこれ。いや地方じゃない。110だ。110。110番かける。あ、事故ですが、はいはい、あ、ですね、今目撃して通報なんですけども、霞ヶ浦土浦、茨城県のあの大きな湖の霞ヶ浦土浦なんですけども、船がですね、霞ヶ浦の湖で作業で何か引っ張っていて、船が今転覆しております。はいはいはい、あ、そうですね、霞ヶ浦の、土浦港、はい、土浦駅の手前の土浦港の、先端の土浦港の先端の方に大きなホテルがあるんですけども、はい、土浦にあるマリーナ、ナクスマリーナ、はい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 、でそのナクスマリーナのから見て対岸に渡った側の桜川方面に渡った側、あ、はい。で、そうですね。はい。そこの対岸なんですけども、野球場の前の、先端の方。そうですね、そうですね。こう。はい、まあ先端の方の以前マルトボートさんというレンタルボート屋さんがあった方面なんですけども、今は廃業しちゃったと思うんですけども、そうですね、今船が転覆して、で船は完全にひっくり返っていて、引っ張っていた作業員の方が多分2名ライフジャケットで浮かんで船に捕まっております。ですね、小さな3、4メートルほどの船外機船、釣り船のようなものですね。はいはい、あ、いや2人います。あ、中、いや、中にはいないです。あの和船といって、こう平らな、まあ、あの手漕ぎボートを大きくしたような船です。はいはい、で男の人ですね、作業員の方で、今横にラクスマリーナっていうマリーナさんがあるんで、そこにちょっと救助を求めに行こうかなと思うんですけど、船出せるはずなんで、そうですそうですそうです、ちょっと海岸なので見えてないんですけども、アリーナから
そうっすね。すいません、緊急だったんでそこの柵を飛び越えて入ってきちゃって、ごめんなさい。よく前あの撮影でジールって会社なんですけど、何回かバラエティの撮影とかでマリーナ、はい、そうの運行部の、あ、それはじゃあちょうどよかったです。見かけてほっとくわけにもいかないしなと思って。はい、そうすると、はい、今あの携帯電話今お持ちでいらっしゃいます、はい、ちょっと110番した時間見てもらってもいいですか。はい、11時38分11時38分ですね、はい、まあ、見てもう見ながら110番したって感じですかね、はい、そうですね、即座にね、はい、分かりました。今日お一人で釣り、あ、仲間と4人で、仲間うちで4人でね、はい、うん、で皆さんもそこでやってて、はい、あっていう感じで、そうですね、で110番していただいたと、はい、110番、119番ちなみに110番です、110番の方ね、はい、うん、分かりました、ありがとうございます。海だと海上保安庁だろうけど、とりあえず内陸だから警察だろうということで、はい、分かりました、はい、この後もまた釣りやってらっしゃいます。そうですね、分かりました。基本的にはもうあの救助されてますし、状況も分かってるんで、あ、よかったです、はい、大丈夫だと思うんですけども、はい、もしちょっと聞きたいことあったら、はい、あの向こうで声かけに行くか、お電話します。分かりました、すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、というわけで霞ヶ浦から帰ってきました。土浦港でね、釣りをしていたら目の前で作業をしている船が突然の転覆ね、ちょっと初めての状況だったんですけども、というわけでね、あの無事ね救助はされて怪我もなくということで、あー、よかったよかったということなんですけども、結構ね実際に開いた状況に遭遇したら結構焦ってですね、どこに電話したらいいんだろうとかね、結構焦ってしまったので、改めてね今回の状況を整理しておきます。まずね、まあ、海難事故っていうと海上保安庁118にね電話をかけて状況を伝えて、で救助してもらうっていう流れなんですけども、今回の場合湖っていうことで、まあ、海上保安庁の管轄ではないだろうなということで、最初ね番号がね案外ね焦ってしまうと分からなくなってしまう。内陸の場合は110番もしくは救命救急の119番、このね2つにまずかければ間違いないんではないかな、ね、今回の場合は110番にかけて、で詳しい場所を説明したところ、その後ですね茨城県警の方につないでくれて、で茨城県警の方からはさらにその救助に関するですね119救命救急の方に連絡を入れてくれて、それでね、パトッカーとか、まあ念のため救急車とかですね消防車とか、出動するということになったんですけども、結構ここのね、どの緊急連絡網に電話したらいいんだろうっていうのがね焦ってしまうので、自分の場合もちょっとねあれんって思ったんですけども、まあ110番であれば叱るべきところにつないでくれるだろうということで110番につなぎました。で電話をした後はですね110番総合指令所の方に多分ですねつながるので、場所の説明が結構ね今回住んでいるわけではないので、具体的な住所とかがですねなかなか説明しづらい、どこですか、こっちのそのマリーナ側なんですか、その対岸側なんですか、なんていうのもちょっとですね伝えにくいっていうのを話しながら感じたので、まあ例えば一人の人間が通報をして、でもう一人の人間に例えば Google マップであるとかそういったアプリなどを使って、その具体的な事故の起こっている、もしくはボートの転覆している最寄りの岸壁とかね、そういった住所をね伝えられるようにコンビネーションしていくといいのかな、なんていう風に感じました。そして今回の場合はですねたまたま、横にラクスマリーナさんねありましたので、まあちょっとね
もう不法侵入ですけど緊急事態ですかね、人命救助優先ということで柵を乗り越えてですね、で受付の方に走り込んで、でボートが転覆しています、救助に向かっていただけませんかというような感じで、救助依頼をしたところ、おー分かったすぐ行ってくるということで、すぐですねボートを出してもらって、でまあもうひっくり返ったボートをその場でどうこうするっていうのは難しいので、ひっくり返ったまんま引っ張って、そしてまあもちろんね落っこちているおじさんはボートの上にすくい上げて、今回の場合は土浦新港の方ですね、そちらの方にボートを引っ張っていき、無事救助完了ということだったんで、その怪我もなかったということで伺ってますので、あーよかったよかったという、こういった流れになるわけなんですが、まあその後ねちょっと警察の方が来て、で目撃した時の状況等々ですね、ご説明したというこういった次第になっております。でね、まあ無事に救助も完了したということで、ちょっと落ち着いてゴールデンウィークが明けたぐらいに、まあ電話でですね、もう少し詳細な状況をですね、事情聴取したいというふうに言われておりまして、まあできれば茨城県まで来ていただけませんかというふうに言われてるんですけど、まあねちょっと仕事もあるので、まあタイミングが合えばってね、こういった、現状になっております。でね、久しぶりにまあ水難事故をねいたんで、水難事故に関していくつかですね、まずそうですね、まあ救助の場合はこう通報して具体的な場所を的確に説明できるようにスタンバイするっていうのが一つかなというところと、あと実は自分釣りをしていたところね、以前マルトボートさんがまだ営業されていた頃に、レンタルボートを借りて京成マリーナ、ラクスマリーナのね沖で釣りをしていたらですね、大きな作業船の引き波を食らってしまって沈没したことがあるんですね。高校の時に友達と2人乗りでいて、でねもうちょうどね、ひっくり返るまではいかなかったんですけども、大きな作業船の引き波をこう船の横側から食らってしまって、こう波をすくってですね、そのままズブブズブーとねこうね船がね浸水してしまったっていうのがあって、でそばにいたボートの人が助けてくれたっていうことが昔ありまして、その時なんか覚えてるのは、まずライフジャケットの着用ですね。俺は泳げるよなんていう風に思っていても、まだね春先越えたばっかりで水温20度あるかないか、微妙にねほんとね19度とか18度なんですよ。そうするとね思いのほか体が動かない、プラスこう靴を履いた状態でですね泳ごうとすると、こうスカスカッとね空を切ってるような感じで全然、推進力になんないんですよね。まあ平泳ぎみたいな感じで泳いだりとかいろいろあるとは思うんですけども、何にしろ、水の中に入ってしまうと一回パニックになってしまいますので、まあそんな時にね、あと体も水が冷たくて動かない、こういったことがありえますので、ライフジャケットねちゃんと着用していると結構落ち着いて次の行動を考えられるっていうのがあるね。その時もねボート屋さんで借りたオレンジ色のライフジャケットをね着用していたので、水の上に浮かぶことはできて、ただね結構大切なタックルは、ほとんどねバイブレーションが入ってたりとかね重りが入ってたりするんで、水没してしまってなんていうことがあって、もちろんね当時は携帯電話持ってたかな、まあそういったものもダメになってしまうかと思いますので、まあライフジャケットを着て水の上にまずは浮いて、でこう落ち着いて次の行動を考えるね。その時はねそばにいたね他のレンタルボートさんが近くに来てくれて、そしてボート屋さんに電話をしてくれて、ボート屋さんがエンジン船で助けに来てくれたという、そういったねことになってるんですけども、まああとその溺れてる時逆に救助に向かうボートなんかはあんまり落水車のそばに近寄りすぎてしまうと、例えばそのボートの側面にこう慌てて「あー助けてくれ」って捕まられて、横から例えば焦ってねグッて登ろうとしたりされると、そのね安定のもし悪い12フィートのボートとかだったら一緒にね水をすくってね、なんだろう、
危ないことになってしまうなんていう可能性があるんで、救助する側に至っては、まあ、もしその今すぐにですね死んじゃいそうとかそういうことでなければ救助者むやみに船にね上げようとしないっていうのも、まあ例えばボートの後ろ側すごい安定感ありますんでね、ボートの後ろ側のヘリに捕まらせて、で今ちょっと考えるから落ち着いて待つようにっていうね、そういった指示を渡すことも重要なんじゃないかななんて思います。結構ねボートから落ちたこともあるんで、そして自分のボートに上がろうとした時なんかね、やっぱ側面から体重なんだろう50キロ60キロぐらいのものが、あの安定感の悪いローボートとかで横からグッてやるとね、ズバッて水をすくってね、ニッチもサッチもいかないことになるんで、まあもし一人で落水した場合はボートの後ろ側に回り込んで後ろから上がる、もし救助に向かった場合は落ち着くことを説明して、でボートの後ろ側に回らさせて、でこうボートのヘリにね、捕まらせる。その際ね、免許教習なんかでもやるんですけどね、不意にそういった時に大型の巨大なエンジンがプロペラ回しちゃったりしたら大怪我になったりしますので、エンジン絶対回さないっていうのと、安全そうであればまあエンジンをカットして不意に前進とか入ってねプロペラに巻き込まないような、こんなねスタンバイも必要なんじゃないかなと思います。でまあね、今回の場合は通報してね、でマリーナの人が、助けに行ってくれて無事救助完了ということだったので、あとは、ちょっとね、どういう状況だったのか説明してっていうね、まあ、どういう船だったのかっていうと、こうなんかね作業船で多分ね、国の仕事とかだと思うんですけども、大きなビオトープを小さな和船ね、エンジン付きの和船につけて、でこうゆっくり引っ張ってたんですけども、ちょっとね後ろのビオトープが重すぎたのかな、ウィーンといってすごい音でね、こう目の前でいきなりねボートがひっくり返って、であれ人2人乗ってたかな1人乗ってたかなっていうのがね、ちょっとね遠目で分かりづらかったんですけども、ただねすぐ、その横でオレンジ色のライフジャケットでポコッとねおじさんが浮いてこう助けを求めてる姿が遠目に見えたので、あーまあ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 、うん、大丈夫なのかな、まあでもとりあえずすぐに救助しなきゃということで、警察の通報とまあ同時並行で、マリーナの救助も依頼したとね、こういったことでございます。まあね、船はイタコ一枚下は地獄の底なんていうね言葉もありまして、本当ね怒るときはね怒っちゃうね、自分も海でも船の中の機関のまあ冷却水がね船内に穴が開いて入ってきて、沈没しかけたとかですね、いくつもちょっと海で怖い思い、急にゴムボートで、撮影をしていたらエンジンが止まってしまって、こう巨大なね太平洋のテトラポッドに吸い込まれそうになって慌ててこうフィンを吐いてですねゴムボート引っ張って泳ぎ出したとかね、でその後イカ釣り漁船にあんちゃん大丈夫かなんて言ってね、救助されたとかね、いくつかね怖い思いしてますので、あれもおじさんもひっくり返っちゃってちょっと途方に暮れてるんじゃないかなと思ってね、結構ねすぐね警察に電話しちゃったんですけども、まあまあ無事で何よりということで、またねこの後なんかいろいろ動きがあったら動画なんかでも、こういう感じになりましたよなんて、報告、していこうかななんて思いますけども、今回はねたまたま春のね、楽しい土浦湖のね、釣りね、そういった中で急にね水難事故見かけてしまったので、ちょっと動画に、まあ自分で忘れないようにね、どこに電話するのかとかね、あとはまあちょっとね落ち着いてはいたつもりなんですけども、本当にね場所の説明とかね、あとは動きとかね、ちょっと焦ってしまって、いろいろね思うところはあったので動画でまとめてみました。でね最後に耳寄り情報で、実はねラクスマリーナさん、土浦の先端のねホワイトアイリス号とかある、あと駐車場もあるマリーナさんなんですけども、仕事でね何回か一緒にバラエティ番組の撮影とかねいろいろやったことがあって、でああん時の君かなんて言って、ハーバーマスターなんかも結構知り合いなんですけども、そこでまあ救助終わった後ねちょっとお茶でも飲みながらお話ししていた時に耳寄り情報をいただきまして、まだね
まだ計画の段階なんですけども、いろいろこうルールのね、整備が整ったら、まあ、例えばその入場券とか、まあ、いろんなちょっとそこら辺はまだ煮詰めてる最中みたいなんですけども、マリーナでもしかしたら今後釣りができるようになるかもしれないね。基本はあのボートマリーナなんで、そのボートのオーナーさんのねロープとかにこうルアーが引っかかったりしたら、怪我の元になるので、そのエリアとかを例えば分けたりとかして、ただねマリーナの中本当にあの魅力的な、なんていうか桟橋の支柱とかね、いっぱいあるので、まあ例えばボートが停泊する位置をこっちって決めて、こっちは釣りに開放するよなんていう、そういったねルールとか、まああとは有料制で、まあ管理釣り場的に入れるようになるのかとか、まだねここもねあの追いかけていきたいと思いますので、あのうちのね動画も見たことあるよなんて言ってくれて、それでもしねそのブラックバス釣りに、その釣りにね、マリーナがオープンしたら、ぜひ取材してくれよなんてね話で盛り上がったりというね、こんな、情報もありまして、まあちょっと何かトラブルがあったみたいで、霞ヶ浦の土浦急行ですね、奥のあのボートがいっぱい係線しているところ、あそこはね、残念ながら釣り禁止となってしまったんですが、まあね今後その先端の方のラクスマリーナの方でもしかしたら、そういったマリーナでの、釣り遊びができるようになるかもしれないね。今準備は進めてるよって言ってくれたのと、あと残念ながらね、土浦の知り合いこうマルトボートさんがね今回もう、お店を閉めてしまったということで、でまあそこのボートをですねもらってきて、でそれによってまあちょっとレンタルボートなんかも安全な範囲でちょっと始めてみようかななんていう検討を始めているところだなんていうのを、ハーバーマスターとお話しすることができたので、あそこねほんと春先はねよく釣れるポイントですね、ラクスマリーナさんのところでね釣りができたりねできたら、非常にいいんじゃないかなって。今回はね、外側の、ホワイトアイリス号が止まっていたあたりですよね。あそこら辺はね、まだ釣りしても OK だよっていうエリアなので、あそこで、春の釣りを楽しんでいたんですが、来年、再来年とかに期待ですよね。もし、ほんとね、あそこら辺で、マリーナのところでぐっとね、釣りができるようになったら、ブラックバスなんかにね、非常に朗報なんじゃないかな。ね、まあ冗談ですけど、たまたまその通報人命救助に関わったので、もう田中さんはいいよ、もうちょっと今日この中で特別に釣りしていいからなって言ってくれたんですけど、いやってことで、今回はねまた外に出て釣りを再開したわけなんですけども、今後のあそこら辺のマリーナの動きにも、注目ということでね、ほんとね土浦、ゴンブトのお腹ブリブリのね、こんな感じのブラックバス釣れるほんといいフィールドなので、その他にもね、霞ヶ浦の他のポイントなんかもシーズン中にね、何回か通ってみようかななんていうのは計画しておりますので、引き続き、チャンネル登録と、あとねぜひ、この動画いいななんて思った人はいいねボタンの方もぜひねよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り子 TV は春の霞ヶ浦土浦に行ったところ、目の前でボート転覆、その時どうするね、こんな感じで動画をまとめてみました。はい、釣り子 TV でした。